はい、皆さんこんにちは。スーパーネコパンチです。E32021 年2日目、来ましたのでまとめていきたいと思います。前半は Xbox ベセスタの、ショー、そして後半はスクエニになってます。スクエアエニックスですね。でね、ざっくり言いますと、今ね、スクエアエニックス、炎上しております。海外でも国内でも結構ね、炎上していて、Twitch 僕見てたんですけども、コメント欄もめちゃくちゃ荒れてましたね。まあそこら辺もね、見ていたので、お伝えしていきたいんですけども、とりあえず前半のね、Xbox の方はかなりね、面白い発表というか、サプライズもありまして、バトルフィールド2042の新しいね、ムービーとか、で、ヘイローとかね、スターフィールド、いろんなね、面白いゲームがたくさんあったので、ぜひ最後まで見ていってください。今回ね、あえて、動画のね、順番は変えていません。だから公開された順番に、紹介していきます。まずは、はじめにこちら、Steam プレイテストで100万人以上が参加したと言われている、この、奈良かブレードポイントですね。こちらまだね、リリースもされていないのに、かなりのプレイヤーが興味を持って示しているようで、ヒットする可能性大と、みんな踏んでいるようですね。こちらどういったゲームかというと、バトロワです。まあ、剣とかね、槍とか、弓とか、そして魔法を使ったりして戦う結構ね新しいジャンルのバトルなんで期待してる人も多いみたいですね。でこういうね剣のアクションとかも結構こだわってて面白そうではあります。でこのテーマなんですけども、まあ、中華風の英雄が戦い合うみたいな感じですね。そして今回ですね新キャラのヨト姫ですね、こちらも追加して、リリースということです。正式リリースは8月12日。こちら、Steam と Epic Store のみの販売ですね。だから PC ゲームですね。Xbox はこの次からですね。はい。まず最初に対策出してきます。スターフィールドのムービーが流れます。今までね、ほんと宇宙と星1個しか見えてなかったんで、これは結構みんなエキサイトしてました。スカイリムとフォールアウト4のクリエイターが届ける。新しいユニバース。25年制作にかかったと書いてます。なんかね、今までのテクノロジーだと不可能だったけど、今やっと夢が叶うみたいなことを言っていました。They say the wonder is not that the field of stars is so vast, but that we have measured it. You're part of Constellation now. Part of our family. What you found, it's the key to unlocking. あなたが見つけたものは全てを解き明かす鍵となる。 This is all we've been working towards. 私たちはこのために努力してきた。今私たちは人類最後の旅のスタートポイントにいる。それが私たちがここにいる理由よ。外に何があるかを見つけるために。はい。ということでね。ぶっちゃけ、これだけかーいってね、ちょっと叫びたい気持ちはあったんですけども、まあ、結構綺麗でしたね。ちなみにこれは11月11日、2022年発売予定とのことです。はい。次にね、紹介されたのは、ストーカー2、ハート・オブ・チェルノブイリですね。こちら、多分なんか、怪と戦う系のゲームだと思うんですけど、僕ね、1の方はやってないので、よくわかってないんだけど、なんか、見た感じ、ね、ハットとかもないし、怖いですね。なんか、タルコフを思い出させてくれるようなイメージでした。結構、でも、撃ち合いとかね、銃とかもかっこいいんで、これは、皆さんね、期待してる方も多いみたいですね。はい、少しでもちびった人、いいねよろしくお願いします。4月28日、来年発売予定。はい、次はですね、Left 4 Dead のクリエイターから、届けられる、こちらゾンビゲームですね。まあこれは予告通りなんですけども、もう王道って感じですね。ちなみにこのゲームは基本的に4人の協力、コーププレイを楽しんでくれということです。見ててもね、これは盛り上がりそうですね。めちゃくちゃ叫びそうなゲームになってます。ここね、数が多すぎると逃げるしかないっていうのが、また緊張感ありますね。はい。バックフォーブラッド、10月12日発売。はい、お待たせしました。バトルフィールドのアルファゲームプレイ、128人実際プレイしたのをキャプチャーした映像になってます。もう感想はやばいの一言、最後まで僕は黙ってます。ここ驚いたのがアタッチメントその場でね、オンザフライで変えれるみたいですね。そして竜巻って喋っちゃってるじゃん。でこのバギー C4 だっけ C4 バギーだっけ、これこの前教えてもらったんだけど、旧作でも結構有名な技だったらしいですね。絶対面白いと思う。バトルフィールド2042圧巻の一言、10月22日発売予定。はい、次のゲームは僕が個人的にすごい気になって、これ配信映えすんじゃないのかなって思ったゲームですね。めちゃくちゃ面白そうでしたのでちょっと紹介します。はい、ぶっちゃけ言うとモフモフバージョンのヒューマンフォールフラットみたいな感じのイメージのゲームですね。めちゃくちゃ可愛いしめちゃくちゃ面白そうっていう、これ絶対盛り上がると思うんだけど、どうですかね。可愛すぎない？これマジでね、なんかただ単にモフモフした可愛い動物たちが殴り合ってる、ゲームなんですけども、まあ、物理演算系のゲームですね。これはねなんか流行る気がするんだけど、どうでしょうか。はい、その名もパーティーアニマルズ、2022年に登場予定。はい、そして届きましたね。今日の主役ですね。343インダストリーのジョセフ・ステイテンさんですね。ステイタンさんかな。この方ね、伝説のゲームクリエイターとして、バンジーで、ね、長らく働いていて、で、Xbox に引き抜かれた方ですね。デスティニーとかにも関わってた方なんですけども、まあ、ゲームを作る上でも、脚本家としてもね、かなりね、評価されている人です。マジ天才ってやつですね。はい、今回ですね、もういろんなね、新しい映像が見れたので、マジでガチで興奮しました。この世界よ。はい、この緑のスーツを着た、戦士、この人がマスターチーフ、ヘイローシリーズの主人公になっています。めちゃくちゃ強いです。まあ、ある意味 Xbox の一つのアイコンにもなってるぐらいだよね。相手は大軍だぞ。お前一人で何ができるんだ。それで十分だ。時間がないわ。何が起きた？コルタナはどこだ？悪に染まった AI、コルタナはいなくなりました。ディリートされました。どうやってだ？お前がやったのか？違います。あなた、頭でも打ったの？私のインストラクションをここにインストールして、コルタナをロックダウンして、彼女を抽出するはずだったわ。そしてあなたの仕事は彼女をインフィニティに持ち帰って削除すること。ちょっと待って。あなたじゃなかったとしたら誰？ちょっと何か問題が起きてるわ。作戦がうまくいった場合、私の削除が起きるはずだったのに。まだ私ここにいるわね。そうか。そうか？何かがお前の削除を止めたということ。なぜか探し出すわ。でも、これはミッションじゃないわ。ミッションは常に変わるものだ。本気？そしてマルチプレイヤーがないとヘイローは完成しません。マルチの映像も公開されました。これはやばそうです。絶対面白いやつこれ。スティッキーグレネードですね。お、銃をグラップリングフックで今取ったね。すげえ。これは絶対面白いよ。飛行機とかもあるんだ。あ、キャプチャー・ザ・フラッグですね。敵の、陣地に行って旗を取って自分の陣地に持ち帰るっていうゲームモードになってます。これが熱いんだよな。そしてこれかっこいいな。なんか武士みたいなアーマーですね。おお、これはもう今作代表的な近接武器ですね。めっちゃ強い。そしてヘイロー、インフィニットマルチプレイヤーフリートゥープレイ。マジか。熱いなこれ。絶対盛り上がるじゃん。これはやばいよ。はい。まあ、その他にもですね、ディアブロ2リザレクテッドかな、ディアブロ2のリマスターバージョンですね。こちらが9月23日に発売予定。その他にね、ファークライ6の、空飛ぶ車みたいなね、新しい動画が追加されたりとか。で、あとはこちらは、エイジオブエンパイアの新作ですね。こちらもですね、10月の28日に発売予定です。こちらはですね、アウターワールドの2がなんかタイトルだけ開発しましたみたいな、続編が出るみたいですね。そしてこちら。綺麗なね、自然の風景なんですけども、このゲームなんでしょう。はい、もう分かったよね。フォルツァシリーズ最新作、フォルツァホライゾン5でございます。11月9日に発売予定なんですけども、これね、本当に見てほしいんだけど、やばいです。なんかもう実写と、その、ゲームの分かれ目が分かんなくなるぐらいめちゃくちゃ綺麗ですね。特にこういうレイトレーシングを使って、本当にね、もう見分けがつかないぐらい綺麗になってます。こちらはキャンペーンモードなんですけど、キャンペーンモードはね、どうやら、探索、こういうジープに乗って探索から始まるみたいですね。今回はバックグラウンド、舞台はメキシコになっていて、メキシコのね、この、熱帯雨林の中を、探索していくみたいですね。新しい場所を探したりしていくみたいです。これは楽しみ。そしてこちらですね、綺麗なね、本当に綺麗な大自然だと思うんですけども、これね、実は、これ、実写だと思うでしょう？ゲームなんですよ。しかも、本当のゲームプレイっていうね、もうここまで来ちゃったら、マジで、もう、フォルツァに勝てるゲームないんじゃないかっていうぐらいね、まあ、現時点では、本当に綺麗なね、グラフィックだなって思いましたね。いやー、で、メキシコのね、この風景も結構独特で面白そうですね。まあ、ラリー好きの人とかたまんないんじゃないかな。で、こういう実際にある場所もどうやら本当のアーティストに、が描いてる場所もね、再現してるみたいですね。本当に、存在する場所みたいです。めっちゃ綺麗や。これは、鉱山港っていうんですかね。なんですけども、これもすごいね、綺麗ですよね。ゲームなんですね、これも。もうさ、やばないこれ。ちなみにこの加工なんですけども、このフォルツァシリーズの中でももう最高峰のグラフィックみたいなことを言ってますね。本当に Xbox シリーズ X の、グラフィック性能のおかげだと言っています。うわ、これリアルすぎて怖い。いや、これ絶対面白いっすよ。こういうね、都市部もありますね。熱帯雨林とか、こういう砂漠みたいな場所だけじゃなくて。で、これもリアルじゃないんだね。ゲームなんだね。もうやばいね、これ。ちなみに、この今プレイしている方、ドンさんですね。オンラインでつながっている他のプレイヤーに今ね、チャレンジされてバトルロイヤルに参加したみたいです。これもすごい綺麗ですね。これらの風景は HDR カメラを24時間、常に撮影し続けて、12K の、解像度で撮影したらしいです。だからこれだけね、写真のようにね、リアルなんですね。今回のね、このトレーラー見て僕感じたことがあって、なんかリアルの定義が変わったなという、今までリアルってね、騒いでたゲーム、全然これに比べたら、比べ物にならないですね。これは本当にやばいなと思いました。メキシコでまた会いましょうとのことです。いやー、今年遊べるのか。はい、そして最後ですね、フィリ・スペンサー、ヘッド・オブ・ Xbox ですね。Xbox の一番偉い方が、このね、ベセスタからのサプライズゲームを紹介して終わりました。行け、役に立つんだ。楽しかったわよね、先ほど。マジでなんで私たちこういうのに巻き込まれてばっかなの。どうやって巻き込まれたか。ただいまレッドフォールマサチューセッツにいる。そしておかしなカルト集団が何らかの活動をしている模様だ。こうやってバレたんだね。マジでさっきの動画その価値があるといいよね。人々はこれを知るべきだ。屋根に、乗せていて、おお、この子あれかな、重力コントロールできるんですかね。氷かな、なんだろう、杭打ってますね。ヴァンパイアかなこれ。いやだ、もうヴァンパイアの中入ってるじゃないの。え、どんな味だった？血かしら。ストロベリー。太陽が出るぞ、行こう。聞きたいんだけど、これいつか元通りになると思う？元に戻りたいのか？学生ローン払うんだったら嫌だわ。レッドフォール2022年夏。これは完全新作ですね。Xbox エクスクルーシブ。はい。そしてね、休憩時間というか、次のスクエニとの間ね、の時間になんと Xbox のこの世界で一番強いミニ冷蔵庫を発表しました。謎すぎる。見た目はだから Xbox なんだけど、めっちゃ冷える冷蔵庫らしいです。多分これ誰かがシリーズ X 発売した時にこれ冷蔵庫みたいって言ったからかな。はい。本当に出るらしい。今年の終わりですね。はい。ホリデー2021年ということです。マジで遊び心や。はい。それではここからスクエニなんですけども、スクエニの第1弾は、新作ですね。ガーディアン・オブ・ザ・ギャラクシーの新作ゲームが、登場すると。で、このゲーム自体は別に、面白そうだなと思ってたんだけど、ここからね、スクエニがなんで炎上したか、簡単に解説すると、とりあえずこのガーディアン・オブ・ザ・ギャラクシーのムービーを20分ぐらい見せられます。まあこのゲーム自体はね、面白いかなとは思うんですけども、一応ね、10月26日発売予定なんですよね。で、まあそれはいいとして20分見せられてちょっと飽きてきたなというところで、次に紹介されるゲームがこちら。はい、アベンジャーズの、拡張、コンテンツですね。ブラックパンサー、War for Wakanda。まあこれはこれでね、まあいいでしょうという感じなんですけど、まあ新作でもないですけども、一応拡張コンテンツ。で、こっからスマホゲームのオンパレードです。ヒットマンスナイパーでしょ、スマホゲーム。で、次はなんか、インカーネーションかな。これもスマホゲームですね。で、次はとうとう来るかと思ったら、また、スマホゲーム。で、次こそ新作かと思ったら、また、ファイナルファンタジー系のスマホゲーム。で、最後はなんだと思ったら、ファイナルファンタジーのバトロワのスマホゲーム。まあね、スマホゲームが悪いわけじゃないんだけど、こういうコアなイベントでスマホゲームばっかっていうのは、さすがにね、みんなのテンションも下がってくるよね。そして、プラチナムゲームズから、これはね、まあ、バビロンズ・フォールっていう面白いゲームがね、面白そうなゲームではあるんですけども、発表されます。でも、このゲーム自体は、すごい面白そうで、ニーアオートマータのこのアクション性を使って、ハクスラを作るっていうね、そういったコンセプトで作られるゲームみたいなんですけども、まあ、絵がね、ちょっと独特で、まあ、そうだね、その、視聴者の、その、今までのマイナスな気分を、プラスにすることはできなかったみたいですね。ちょっとね、俺はこのゲームは別に悪くないと思うんだけど、出すタイミングがちょっと悪かったかなと。むしろ、最初の方に出しとけば、よかったような気がしますね。ちょっと、プレゼンテーションの順番が下手くそだったかなっていう気はします、正直。これはね、実際これハクスラ面白い可能性全然あるんでね。うん。だってニーアオトマタのアクションでしょ。絶対面白いと思うんだけどね。はい。そんな感じですね。まあこの時点でもうコメント欄はつまらんってね。なんか別にこのゲームは悪くないんだけど、なんか八つ当たりされてる感じがしましたね。まあみんなね、リメイクあたりのね、情報とか、あと新作ファイナルファンタジーのね、情報とか欲しかったと思うんですけど、なんもなかった。時点でかなりね、嫌な空気になってました。まあ、このゲームは面白そうなんですけどね。バビロンズ・フォール。こちらはまだまだ開発途中なので、まあ、いつ出るかはわかんないみたいですね。今んとこ、クローズベータのリクルーティングをしてるみたいです。PS5、PS4、Steam と。で、ここでちょっとね、嬉しい、まあ、朗報というか、ポジティブな内容が入ってきます。それがね、こちらの、Life is Strange のリマスターコレクションというのが出る、ことが発表されました。こちら綺麗ですね。これは9月30日に、発売予定ですね。その他に新作の発表もありましたね。Life is Strange トゥルーカラーズっていうのかな。この子の場合は、超能力で、その敵じゃねえよ。人のね、感情の色を、見ることができて、しかもそれに干渉してね、その感情に同期できるみたいですね。で、同期して謎解きしていくっていう、そういった内容になってるみたいです。すごいね、面白そうなゲームですね。Life is Strange True Colors。こちらは、9月10日発売予定です。はい、次に来たのが、ティーム忍者、スクエアエニックスの、これは、協力作品ですかね。アクション RPG みたいです。で、結構この、剣でね、戦っていくタイプのアクションゲームで、なかなか面白そうだと思ったんですけども、最初見た瞬間、これ、デビルメイクライの新作かなと思ったけど、今日カプコンじゃねえやと、気づいて、違うっていうのが分かったんですけども、まあ、ティーム忍者のね、アクションゲーム結構ね、定評があるんでね、これは面白いと思います。ストレンジャー・オブ・パラダイス、ファイナルファンタジー・オリジンと。まあでもね、みんなが待っていたのは、このファイナルファンタジーではなかった。2022年に来る予定です。ちなみにこのね、デモバージョンは PS5 で、確か今日かな？今日からプレイできるとか言ってたような気がしますね。はい、ということで、これで終わっちゃったんですよ。正直言うと、俺、これね、順番もうちょっと変えたらまだマシだった気もするし、あとは、そうだね、今日の Xbox があまりにも強すぎた。もうヘイローにフォルツァにね、スターフィールドとかさ、こういう対策ばっかり発表してきて、その後のスクエニがちょっとね、分が悪すぎるというか、あまりにも色あせてしまいましたね。で、なおかつ2019年のね、E3 の時、ね、FF7 のリメイクとかすごいね、いい発表がいっぱいあったんで、まあみんな期待してたんだよね。FF7 のリメイクのパート2出るとか、FF のね、新作の話が出るのかとか、全くなかったので、やっぱり期待の大きさがゆえに、かなり炎上してしまったみたいです。まあ今実際 Twitter とかググるとスクエニって入れたら、まあ微妙とか、ちょっと厳しいね、意見が多いんですけれども、まあ僕としては、東京ゲームショウで、盛り返してほしいですね。7のリメイクとか、新作の FF のね、情報、ぜひ期待していますということで、ぜひ皆さんのコメントも教えてください。はい、ということで2日目ね、いろいろ波乱万丈いろいろありましたけども、やっぱり Xbox 強かったね今年。はい、ということでご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。じゃあね。